そうなのかな。どうですかね。あ、もういい。配信始まる感じです。始まった感じです。こんば始んまった。あ、は。こんばんは、皆こんばんさん。は、どうも。はね、始まりました。い、始まりましまりましたたね、よ。とはいうことで、ね、バタバタの中、この打ち合わせで打ち上げに入りましたね。そうですね。もう頑張っていきましょう。ということで、まずはじゃあ、あれかな。司会の孝太郎さんが入ってきたので、こんばんは。ね、何こんも打ち合わばんは、せてこんばんすいまは。せん、遅くなっちゃった。ね、いろいろね、みんな諸々、まだ終わったばっかりということでね。そうですね。配うん。信始まりましたんで。孝太郎さん、あれですか、先に乾杯やった方がいいのかな。そうですね、しましょうよ。ね、乾杯しゲましストょう。のおねきさんも来てくださってるし。あ、おぬきちゃんってもう二十歳超えてんだっけ？いや、おぬきちゃん超えてないから。あ、じゃあ、ちょっとジュースにしてよ。うん。そうです頼むね。よ。ありおが願いとう、しおます。ぬきちゃはん。じゃあ、ちょっと社い。あ長、りがとうございます、本当に。一発目がね、終わったんで。そうですね。本当にまさに今日の夕方かな？夕方で、クランクアップということで、誰も欠けることなくね、無事に終えられたことが、何よりだと思います。で、この撮影しながらもね、ちょいちょいみんなでも映像を見ながら、あ、いいっすね。この作品のさ、断片なんかを見ながら進めたりしてたんですけど、もうどのカット、どのカットもなんかすごい素敵なカットばっかりで、本当にこの出来上がるのが楽しみだなというところでございます。まずは皆さん、無事に、この渋谷行進曲グランプリカップを迎えられて、無事じゃないのは僕のこの声だけかなという気どうしが。たんですか、リーダー、その声は。いや、もうずっとリーダー、ね、どうしたんですか、そのいつ言声。おうかっていう感じだっどうた。ですよ、みんなびっくりしますお疲よ。れ様です。あれだよ全ね、あれ、然。多分昨日飲みすぎちゃったんだね。昨日飲あ、みそすうぎちでゃっすね、て、昨そう日飲そみすうぎちゃった。そう、カラオケしちゃったんだ、そ飲みうですね。カすラオぎ。ケ、そう、一しちゃっ人、た一ん人、だ。一人、ああ、カラオ歌ってケまししちゃったんだ。ね。そうそうそう、違うよ。本番中でね、結構絶叫するシーンがあったりとかして、ちょっと喉やってしまったんで、あ、そうなんすか？いや、そうなんすか、そうなんすか？どこ孝っ太す郎か？見てたやあなりいまか。した？あったよ。いやいや、翔太郎も見てたやないか。孝太郎さん見てなかったかもしれないです。いおや、ぬき孝さ太ん郎はさんはね、ね。見てないかもしれないから分かんないかもしれない。俺は現場にいそう、ただからっちゃんて、と。おぬき、おぬきちゃん見てないから分かんないじゃん。ごめん、見て孝な太い郎ね、おはぬきよ、ちゃん。嘘孝だ太郎ね。ちょっとね、あまりにも、ハードだったからね。そうそでのすシーン寝てたもんね。いやあ、いやいやいや、孝そ太の郎シーンめっじゃちゃない寝ですてよ。たよ。そのちゃんシーンとじゃ寝ないでてすたよ。よ。そのシーンじゃないですよ。ということで、すいません、ちょっと長くなってしまいましたが、皆さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。乾杯。乾杯。乾杯。おお疲ぬれきちゃ様ん、おで疲れし様。た。お疲れ様です。あ、なんか音が回ってるね。あ、回ってま誰すかね。LINE ライブの音聞いてない人がいるかな。あ、多分僕ですね、それは。じゃあ、ちょっと、停止の方よろしくお願いします。人狼は僕でした。人狼。人狼ね。人狼、懐かしいですね。あ、でもなんか、弱メンバーで人狼したいですね。今、今日、孝太郎、渋谷行進曲の打ちあ、そうで上げ。すね。急に関係ない話しちゃった。急いにや、話題がそれちゃった。俺も今日、すっかり寝落ちしてまして、ああ。一日中、7時とかああ、8時秋頃に山さ情ん報をだ。得たんお疲れ様で。でお疲れす。様ピンク。いや、あのですピンクね。似合わないですね。ピンク似合わない。ピンクで似合わないって言われたから、ちょっと着てみようかなと思って。恵美子さん。おぬき風呂さん入っがて聞いたんちゃっですよ、た。今。あ、お疲れ様おでぬきす。ちゃんが、おぬはい。きさんおもぬき聞いちゃたんが、んあいで。さつか、あいさつ使わしちゃった。ああ。ごめんなさい。大丈夫ですよ。いや、充電、切れちゃった。あ、なるほど、なるほ充ど。電大丈夫でますか。だから。ごめんなさい。ほぼだけど。りょうちゃんも消えちゃった。りょうさあ、りんはょうちちゃょっんはと大丈夫まか。うん、りょうあ、忙ちゃん。しいのかもしれないあ、ですそうね。か。もしかしうん。て。ジャコさん、お疲れ様いでや、す。お疲れあ、様でした。どうもどうも。中井さん。中井さん。中井中井さん、さん。お久しぶりです。お疲れお元様気にしでますす。めっちゃメイクしてる。すごい、バッ久しチぶりリ。です。なもんはや、か、ドレス中井みたいさん。着てませんか、それ。ドレスじゃないですよ。もうね、中井さんの書いては あでやもうか。壮大な物語で、もう疲れ果てましたよ、ね、もう。こう打ち上げ始まる前にあれじゃないですか、せっかくなんでゲストのおぬきさん来てるんで、おぬきさんに一言もらって、そうですね。みそうですたいなね。始めましょうか。そうです改ね。めて乾杯というね。うん。ああ、いいですね。今日撮影終えたんですけども、まあ、私はいろいろ反省点が多いなとは思いました。そうなんですか。かわいい。向上心が強いんだな。あ向上心が強いんだよ、それは。れね。ミンカさん。あ、
郷太郎さんの、うん、郷太郎さんへのエール多くないですか、ちょっと。ね、慎太郎くんが、慎太郎くん来ました。あ、慎太郎くん、こんばんは。慎太郎くん。多分まだ声が入ってない。ちゃん皆さん、多分まだね、配信をご覧の皆様はね、小野木さんの話聞きたいと思うんですよ。あ、そうそうそうね。今話を聞いたのは慎太郎だけど。聞いたのは慎太郎だけど。そうですね。でも反省っても多かったんですけど、まあ、ちょっといろいろ自分でも成長できた面もあるなと思います。うん、映画楽しみにしてます。素晴らしい。さっき撮ったんですよね。まさにさっき。うん、そうね。さっき入ってさっき撮ったでしょ。で、ね、あれなんですよね。ロケ現場もね、言えないけど、うん、あるところで撮ったんですけどね。無人のね、無人のとこですね。すごい最小人数でね、小野木さんのシーン撮ったんで、何があったかっていうのは、監督とはるかちゃんぐらいしか分かんない状況ですからね。うんうん、いや、もうね、あれでしたよ。ちょっとすごいいい、まあ、重たいシーンあったんですけど、うん、はい、そこはですね、重たいシーンの自分のね、立ち位置というか座り位置というかね、小野木ちゃん入ったままずーっとねいるのよ。ほんでこう見てて、あ、これいいのかなと思って、まあ、ちょっと空いてたし、昨日ブラボーなことがあった後で、ね、ちょっと1回ぐらいテストした方がいいよなと思って、ちょっとテストするって聞いたら、いや、いけますって言うから、ですよ、ね、はるかちゃんとね、2人のシーン、一発本番、一発 OK ですよ、重たいとこね、いやー、すごかったですよ、感情のね、すごいシーンなんですけど、そこは一発だったんだけど、その後いろんなことがあったんだよね。そうなんだ。ちょっと暑くてね、今日うん、暑いじゃないですか、ね、空調切るでしょ、うん、で密にならないようにみんなこう離れてるんだけど、うん、やっぱりそれでもやっぱりね、部屋の中のシーンとかって暑いのよ、うん、暑いからね、汗とんでもないことになるんで、汗とか、うん、そうですね。でも俳優部は顔に汗かかないんですけど、みんななぜか驚く、はいはいはい、なんですけどね、ね、液体がすごく気化しやすい状態になるんですよね。まあ、何を言ってるかわからないと思いますけど。大変なね、ことにね、これは、でも、まあ、そういうこともあるのよ。でも、まあ、分かりはいいと思いますけどね。いろんなことがあるのね、はい、うん。もう過酷な状況の中でね、撮らなきゃいけないっていうのがよくあるんで。うん、はい。でも、すごい堂々たる19歳でしたよ。ありがとうございます。いや、もうぜひジャコメンバーにね、もう小野木ちゃん。本当ですよ。うん、ぜひぜひ。小野木ちゃんの芝居を見てるはるかちゃんが、まず最初にまず泣いてるみたいな。あのはるかちゃんが。あのってどういうことですか。一言あんねや、一言。あのいや、今日はるかちゃんがなんか板前みたいな格好してるからどうしたのかなと思ったら、あ、そういう人だったんだみたいな。中井さんの演出ですか、それは。うん、もちろん。みんな綺麗な格好してるから、なんで私だけこういうことって中井さんに相当通ってた。あのはるかちゃんが。あのってどういうことですか。一言あんじゃん。会社場所かって言われたんで、会社場所かって、俺もらってもしょうがないんで、あげますって言っといたんで。次、そのままそれにエプロンしたら板前できるんで。あ、いいっすね、いいっすね。あれですね、こんな話をしてる時に、慎太郎くんがちょっと置物みたいになっちゃってる。慎太郎くんね、置物になる癖がありますからね。ゲストの慎太郎さんにもね。あ、そうね。今日撮影もありましたもんね。そうですね。うん、そうですよ。なんか言ってよ。ジャンプアップおめでとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。あっという間の4日間でした、本当に。なんか考える間もなく終わってしまった感じはありますね。かわいいんだよね、慎太郎。本当に。笑顔がかわいいですよね。最後の加藤浩さんのところの PV の時の踊りを見せたいですよね、あそこだけマスクして。あれはちょっとまだ非公開なんでね、まだあれは写真も含めてね。でもあれ、あの慎太郎君好きですけどね、俺は。いや、あれ最高でしたね。最高でしたね、あれは。で、なぜかわからないけど、土下座の慎太郎っていう名前がついてたのは何だったんだろうっていうか。はい。前提するかと思ったもん。
土下座ですよ。土下座ですよ。これでもダメならっつって。だからま、こうたらこうやってやると眩しいんでちょっと。いやですか。僕は大丈夫なんですけど、逆に聞いてくださってる皆さんが大丈夫かなっていう。いや、我慢します、我慢します。大丈夫です。言い方だよ、言い方。我慢できます。小太郎さん、ちょっとメインで回してください。あ、そうですね。はい、そうですね。あの、はい。今日ね、まあ、ジャコメンバー、タクちゃんと塩葉がいないのかな。まあね、どういう状況かわからないですけど、今日はね、見てる皆さんには、今週月曜日から、本当にクラウドファンディングって、もう本当5月ぐらいからの、まあ、話があって、僕たちがやりたかったジャコフェスっていう舞台をやりたかったっていうのが4月からまああったのが7月に伸びて、それが来年になってっていうところが無理だから、そこでも映画を撮りたいっていうところから始まって、それが、まだね、皆様の元にはお届けしてないですけど、一応お届けできる準備ができたというか、僕たちが思ってたことが一応物理的にはまずやれたんですよ。まあ、昨日までね劇場やって、今日もねそうやって、そう、あとはまあお届けできるところまで、そこまで形になるかって、まだまだこれからね、その確実にお届けできるかっていうのわけじゃないんですよ。けど、なんか準備は本当になんかできました。もう正直ね、ぶっちゃけできないかと思ってたところもあります。本当に劇場をね、お借りして、その劇場さんもやっぱり世の中の状況って、5月の時と6月の時と7月の時と8月の時って、やっぱり世の中、世界が変わってくるから、なかなかね、あの時はこう言ったけど今こう言えるかとかっていうのが変わってくるのは、それしょうがないことで、だから実現できて、てかとりあえずひとまず取り終えたことは本当にすごくもう、まあラッキーでもあるし、でもなんかみんなのね力でもあるし、なんか思いでもあるし、なんかとりあえずそこまで来れたことが、うん、はい、今日はね、そこまで来れたことでもまず一つ、でもね、このバトンはまだでもつながってますからね、まだまだ皆様のところに届くまではまだバトンはつながってるんですけど、僕たちの出城としてはバトンを脚本家さんから、中井さんからいただいて、バトンをつないだっていう打ち上げでございます、今日は。はい。はい、で今、はい、うまいね。はい、でも全部タイトルですよ。今、全部タイトルです。今のタイトル、はい、長い世界一長いタイトルって思ってもらえれば。はい。まあ、そういう時間でね、今日は、ゼコでせっかく僕ら、ずっとやらせてもらってて、この本番中も、もう月か、昨日までは本当にもうね、そう。ジャコ天、まあ、どうしようかなっていうのも正直あったんですよ。配信を。ちょっと今日は休もうかなっていう時も正直あったんですけど、でも、続けてきたことだからやろうっていうところが、月曜はね、りょうたが頑張ってくれて、で昨日例えば、ああ、まあもちろんね、少々じゃんもんですよ、はい。で、昨日例えば、その塩葉が頑張ってくれて、うん、なんとかこう、ジャコ天の中ではバトンもつないでくれて、うん、その中で、で僕らも、翔太さんもね、監督も、まあ、りょうたも、今日ね、小野木ちゃんもね、今日入って、今日終わったけど、ね、その中でもこうな何かしら伝えたいっていうところがやっぱり僕たちジャコ天を始めたところのあれがあるんで、なんかそれがね、今日は皆さんに楽しんでもらえればなっていうところで始めてますという回ですっていうタイトルです、うん、ここまでが長い、はい、まあまあまあそんな感じで始めていきましょうよ。うん、はいはい、たかしさんも本当になんかちょっと遅れるけど入ってくれるっておっしゃってたんで、うん、はい、うん、これだとね、現場写真とかね、なんかスナップ、あ、そうですね、はい、いっぱい、バレないやつだけ出してね、そうですね、出せるもんは出して出せるもん出していこう、そうですね、はい、これ、乾杯のアイス、あ、温度をやったんですか、もう、あ、慎太郎さんいらっしゃってから、りょうちゃんと慎太郎さんいらっしゃってからやってないんで、もう一回やりましょうか。じゃちょっとそれ、社長やってくださいよ。あ、社長ね、さっきやったんで、社長さんですか、小野木ちゃん、小野木ちゃん、小野木ちゃん、いや小野木ちゃんまだね未成年なんで乾杯ダメですよ、乾杯は。乾杯はいいでしょ、乾杯はいいでしょ、乾杯は。じゃあちょっとお酒持ってくれてる翔太郎にやってもらいます。翔太郎やってもらおうよ、翔太郎現場リーダー、現場リーダー、
青森ですよ。青森だ。今日はもうね、もうあの打ち上げなんでね、ちょっとコーヒーでは、うん。打ち上げ、打ち上げ。うん、そうですよ、ね。今日みんな会えないですからね、打ち上げできないからね、うん、もう、ね、難しいよ、ね。今日どうなったって、私はもう、ベロベロになってやったんだ。もう今日あの、酔っ払い OK ですよ、今日。うん、ベロベロになってやったんだ。ベロベロになってやったんだ。誰に言ってんだよ。野良ちゃんにもらったやつ、こう、もうあの、もう。ありがとうございます。山崎、山崎、美味しいですよ、これ。山崎。はい、めちゃ美味しい。まあまあ手短に乾杯乾杯乾杯。お疲れ様でした。お疲れ様でした。したね、ああダメだこれ。入っちゃうやつ。あのパイタも今日は飲まれてるんですね。あワイン飲んでる中井ちゃん。中井さんワイン飲んですね。はい、飲んでます、うん。ありがとうございます。中井さんしばらくお会いしてないですけど元気にしてますか。元気にしてますよ。あのやきもきしてました撮影中ずっと。ああでもそうですよね。そうですよね。そうですよね。来ればいいのにね。ね。そうね。ごめんね。ね来ればって言ってんのにいやー私が今さら行ってもみたいななんか。女子か。女子か。女子です。女子ですよ。すいません。いきなり来られてもね。いきなり来られてもね。そうですね。でも困りますよ、ね。寂しかったくせに佐藤太郎ね。寂しかったでしょ私、ね。いやでもなんかオープンチャットでなんかほら俺たちが返信できた時に中井さんが、うん、ほら矢面じゃないけど立ってくれてね、うん、ジャックメンバー今やってますんでみたいな結構さ律儀な。そうね、あなんか作家さんだなと思いながら、でもありがとうございます。いやたくさん皆さんほらメッセージ送ってくださるけどね、みんなが忙しいだろうなと思って、これをね、はいうん。いやでも助かりましたねあれは。いや本当にありがとうございます。もう皆さんもありがとうございます。もう応援してくださった皆さんね。そうですね。ありがとうございます。はい。いやなんかね今回あの本当にあのなんか特殊というか昨日まで劇場でやってた劇場メインの話だから、うん、劇場の方にはキャストもいっぱい出てるんですよ。で、うん、劇場じゃないところの話もちょっとあったりして、で、おぬきちゃんは、その劇場じゃないところのシーンでね、出演でだから、うん、今日ね、おぬきちゃんは実はクランクインして、今日まあクランクアップというか、今日に集中してたじゃないですか。はい、昨日、みんなは3日間ずっとやってきて、だから昨日みんな打ち上げっていうか、このクランクアップって言って、お花とかこう渡して、で写真とかもあったから、おぬきちゃん、昨日来てくれて、うん、来てくれて、おぬきちゃん来てくれて、うん、まだ出演、セリフを喋ってないのに、北原すず役、おぬきりなちゃんですっつって、クランクアップですっつってね、史上初ですね、多分ね。史上初、はい。クランクインしてないのにクランクアップしたそう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 、うん。これメイキングではね、ちゃんとあの終わった後っていうことになってますから、手でね、うん、ますから、はい。メイキングではね、バラすんだけど、大丈夫ですよ、安心してください。難しい。いやいや、でもいいや、それはね。おぬきちゃんがね、頑張ってくれたの。うん、もうあれですからね、とにかくあの段取りする人いないですからね。そうですね。なんか特に74シーンっていうのが大クライマックスでめっちゃ長いじゃないですか。うん、はいはいはい。めっちゃ長いわけ、あれ。まあね、まあ、ネタバレするから言えないんだけど、まあ、95% ぐらいの方出てますよね。で出てない人も裏で同時でいるんだけど、そうだからなんかほら、あるシーンでも大変でしょ、うん、で、なんか撮ってる時にこう、なんかとか言おうと思ってふっと見たらですね、全員出てるんですよ。そうなんですよね。なんか監督がちょっと、ね、あ、このみたいな言おうとしたら、みんなキャストみたいな。あーと思って、でも言わなきゃしょうがないから、翔太郎って言うじゃん、絶対翔太郎になんか頼むでしょ。はい、ということは、翔太郎は出ながらなんかやってたみたいな。出ながらなんだよね。あれ、新しいよね、やっぱり。しかもそのシーン、あの中井先生の台本には、うん、僕の役の人が、ボロボロに泣いているそんなことが書いてありましたね。舞台だったらいいんですけど、映像だったらもうね、僕ちょっ とまあね、絶対あの小なんです、小細工なしで泣いてやろうと思った、うんうん、ボロボロに泣いてやろうと思った、うん、だからそれで行ってもうでどこでもブレーキかけないで行こうと思って、うん、映像ってそのあるじゃないですか、順序が、うん、順序があるから、ねね、そうだから、うん、その僕が泣く予定の何をもって泣くかっていうシーンのところが先に行われるわけですよ。そうですね、うん、そうだよね、そうですね、だからこっちをまずこっちを取ってるわけですね。だけどもうそこでなんかその後のそのペース配分とか考えないでもうボロボロになってやろうって、うん、クソほど泣いてたら秋山さん、はい、次僕のアップのシーンの時に、うん、休憩ちょっと入れようとしたんで
そうね。ちょっとその時はそんなざけんなよ。打ち上げっぽい、打ち上げっぽい。一応ね、あの、あ、まあでも翔太郎また泣くだろうなと思ったんだけど、横ふっと見たらね、あのシーン終わってふっと見たらね、横であの百ちゃんと柴ちゃんはですね、あの体中から涙のような汗を出してた。限界だですね。監督は休憩このまま、このまま撮ったらね、この2人死ぬんじゃないかな。そ, ね、はい、そもそもカメラマンさんがね、撮る人間が。そうそう、この時に翔太郎撮るか百ちゃん撮るかって言ったらね、ほぼ翔太郎があの不利な立場になるんだよね。だから百さん、そのカメラマンの百さんが、すげえね、あそこすげえ嬉しかったなと思って、そうね、翔太郎撮っちゃおう、翔太郎撮っちゃおうみたいな。間開けないで行こうって言ってくれましたね。早く早く気持ち途切れる、気持ち途切れるからまで言ってくれくださったんで、あれすげえな、そうだよね、いや見てんだよね、よかったじゃない、それやりながら翔太郎とか言って、翔太郎とりあえずさ隠れながらあのメイキングも回してって言ったんだけどさ、それさボロボロ泣いてるやつに頼むことじゃないよね。厳しいですねそれは。そしたらね、あの横からの、あ、メイプルさん今聞いちゃったけど、メイプルさんがあの隠れながら撮ってますって言ってた。連携は取れてますね。今よくない iPhone で撮ってた。自分で見ながら。これ新しいシーンでしょ。そこはでもね、天才俳優としてやんないですね、アリーリーダー。いや、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 ちょっとそれまですごくいろんな点々にもフットバックしてたんだけど、あっこは押そうと思ってたんで、だからね、某俳優のやるところに百ちゃんがいて構えてるわけですよね。でずっと撮っていくじゃない、これはもうね、一発でいくしかないみたいな、なってですね、はい、そのままだから10分ぐらい、だから芝居狂ったようにすごいね、いきましたよね。いやこれね、打ち上げだから言いますけどね、ひどい話ですよ。そうね、そうですね、それ脚本家の中井先生に、はい、言った方がいい、言った方がいい、ね、言った方がいいですよ、それは。もう、はい、そのシーンが昨日だったんですよね、はい、昨日だったんですけど、ね、なんと、まあ前日の夕方ぐらいにですね、そうですね、がっつりセリフが変わりましてですね。がっつりっすね。がっつりセリフが変わりまして。作品が変わりましたからね。確かに。テイスト変わりましたからね。これ、ちらっと見たら思われてるんですけど、赤全部変わってますからね、これね。そうなんですよ。で、この、枚数めっちゃあるよ、これ。淡々といけるシーンだったら、まあ、セリフってある程度入るなと思ったんですけど、この気持ちがガー上がってるところのセリフを入れるのってまあ大変なんですよ。ラストシーンですからね。で、まあ寝てないし、時間ないし、これを今俺に覚えろというのかみたいな。でしかもその日、そのシーン長回しじゃないですか。そう、長回しね。ふざけんなよって思いました。いや俺映ってる、俺映ってる、俺が映ってる。打ち上げっぽい。打ち上げっぽい。打ち上げっぽいね。打ち上げっぽい。素晴らしい。ブラボー、ブラボー、ブラボー。ブラボー、ブラボー、誰だ、誰だ。あれ、ブラボーさん来ないな。ブラボーさん来ないじゃないですね。いやね、あれは実はですね、1日目の芝居を終わってですね、取り終わった後、もうめっちゃしんどい、12時ぐらいかな、もう。で、次の日5時起きなんだけど、中井ちゃんっつって、ちょっと今、電話出れますかっつったら、出れますって言うから電話して、ちょっとラスト変えたいんだよって言ったまあ、よくあるのは、なんかもらってからね、監督が書き出したりするのよくあるでしょ。なんか俺、すごくそれ好きじゃなくて、書き込むのとかも結構嫌いなんですよ、やっぱり本は作ってもらって、撮りたいので。だからですね、まあ、自分でちょっと、ある、なんかちょっと演出プランもあったんで、それでまあそっちの方がいいかなと思ってたんだけど、いや、これちょっと書いてもらおうと思って、で、中井さん、ここちょっとこういうことなんじゃないのかな、みたいな。そこからですね、中井さんが分かりました、書きますって言われて、2時間半かかったからね。承諾するまでにね。途中でね、切れたからね、2回ぐらい。
もう みんな好きでアドリブ言わして、かけてやっとれやいいじゃないですかって言って、もう切れてる、1時頃で、ちょっと待って、とりあえず俺眠いんだけど、みたいな。いや、でも今日リーダーと僕会って、リーダーが、いや、俺、あれ見た瞬間に、これ、マジめちゃくちゃ変わってんじゃんと思って、で、今日リーダーに、いや、リーダーあれすごいっすね、みたいな、え、何がって言うから、よくあの量覚えましたねって言ったら、マジすごいなと思って僕言ったんですよ。その一日で、しかも10時とかに撮影終わるわけじゃないですか。次の日朝8時とかに現場入りしてんのに、それ覚えてきて、うわ、すごいっすねって言ったら、いや、覚えてないよって言ってて、リーダーが、気持ちだよ、気持ちいいみたいなこと言ってて。ああ、でもそれでいいんだと思う。すげえなと思って。だけどね、まあ、俺は思ったよ。ね、あの時思ったよ。あの、普段いろんな現場あるじゃないですか。我々が、うん、あのやんちゃで行こうとかやってるじゃないですか。うん、結構やんちゃで行こうよりもあの期間がなかったわけじゃないですか、セリフを、うん、そうだね、うん、でリーダーできんじゃんとやれよ。まあ結構ね、あのリーダーといえばね、あの甘噛みっていうのが、そうそうそう、俺は逆にそれ思ったよ。だからそれさ、時間ないのにさ、つまりね、あんだけのさ、追い込まれたらできんだって。今までね、追い込みが足りないの、みんなほら、あのリーダーの人格者でしょ。はい、でかっこいいし、ね、優しいしさ、うん、追い込み方が足りないのよ。だからね、よし、これね、地獄に突き落としてやると思ったんで。わかりました、じゃあ、僕らやっちゃメンバーでリーダー。気持ちが途切れたのは、その2ポイント、秋山さんが休憩に入るって言い出したのと、と、あとリーダーが、リーダーのところで絶対全部受けて泣こうと思ってたから、そこで、あのリーダーが結構セリフ言えてるなっていう現実。いや、本当に一緒だよ。横見たらね、百君のね、指でちょっとこう、つってたよ、こう。指が。そうっすよね。あれ。だって、そのまま階段這い上がりながら百君撮ってたじゃん。うん、はい、うん。指こう、なんか、指つってんじゃん、あれって。でそれでも翔太郎撮ろうっていうのかっこいいよね。すごい、百君。かっこいいよ。でも、あのシーンは実は、あの、衝撃のことがあったんですよ。うん、あれね。あの段取りがいろいろこう突こう取ってこうとかいろいろいつも頭入ってんだけど、あのあれもうとにかく止めたくなかったから、うん、わーって撮った後ちょっとカメラ全部こっちとかって上にバーって行って、うん、もう広いの全部撮るよっつって言ったじゃない、うん、で撮り始めて、あのブラボーさんがブラボーなことしてですね、はい、もうとにかくすごかったんですよ、はい、そしたらですね、なんかねすごいど真ん中で号泣してる男が一人いて、うん、あ、なんかいい顔してるなと思って、うん、これ二度と撮れないで撮っとこうと思って、うん、じゃあもう全部寄りから何からもう一発で、うんうん、実はいっぱいカット途中で挟んでセリフとかいろいろあるんだけど、うん、全部ぶっ飛ばしてそこ行ったの、うんうん、でずーっと行ってもういいとこまで行っていつまで経ってもなんかその男がですね、うんうん、言わないんですよ。そうですね、まあ、秋山さんが親って これはよし、ためすぎだよなと思って見てて、いつまでも言わないから、そうですね、あのこう撮りながら僕はセリフって言ったんですよ。って言ったらその号泣してる男がですね、あのバンビのような目でこっち向いて、何でしたっけ。リーダーがですね、ほぼですね10分あの十何ページのやつ1日で覚えてるのに、あのほぼ1行の半分ぐらいの一番おいしいセリフ、あの飛んじゃったんだよね。一言でしたね。たったの一言だったんですけど、びっくりしたね。まあ、いや、あのシーンで、ね、あのシーンで泣いてるやつの身にもなってほしいです、ね。本当だよ。本当だよ。本当だよね。あそこもうね、めっちゃかっこいい、もうなんていうの、キラーセリフじゃない。うん、ここでですね、もうね、何でしたっけ。って言った時のバンビのような目が忘れられないんですよね。これあれ最後まで見たらあれをまさかって思うんですよ、見たら。いやあれ本当にね、ちょっと言い訳していいですか。言い訳すんなよ。ダメダメ、言い訳ダメだよ。言い訳ダメですか。ダメ、おのきちゃんの話しよう。おのきちゃんの話。あとあの慎太郎くんがまたちょっとお着物みたいになっちゃった。慎太郎くんが困ってるから。お着物の、お着物になる癖がありますから。お着物って失礼だろ。いや、孝太郎さんが言ったやつですよ、それ。孝太郎さんが一番最初に言ったやつ。でもやっぱ今回俺慎太郎くんとやっぱりいっぱい話せる機会が多かったので、その休憩時間とかね。だからすごくね、すっごく可愛いんですよね。可愛いよね。可愛い。
でかいのに可愛いんだよね。そう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 。でかいのに可愛いのよ。でかいのに可愛い。リモートで会ってるとね、高さがわからないんですけど、本当に現場入ると、あれこんなに。いや超でかいな。でかいね、うん、みたいな感じ。立ち方がこうじゃん、なんか。立ち方がさ、受けてない顔。初心兵みたいな立ち方。そう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 。手とかこうなるじゃん。うん。可愛いんだよね。T シャツ着てる。ああ、可愛い。これも俺も。お揃いが、ね、僕も似合わない、似合わないピンクですね。ピンクも完全に一緒ですね。だって慎太郎くんも抜きさんもあのバスケットボールですもんね。バスケ部だもんね。確かに、うん、そうです。バスケ部ですよ。だから宮氏もバスケでしょ。はい、僕バスケです。バスケ部率高い。野球部とバスケ部のね、とサッカー部とにこう分かれていくよね、うん、そうですね。全部やりましょう、ジャコでみんなで。みんなでスポーツ大会、ジャコスポーツ大会。あ、やりたいです。やる。それをなんかさ、YouTube で配信しよう。YouTube 配信。それもいいっすよね。で、りょうたん仕切ってよ、全部。もう行ったんだから、ちゃんと仕切ってよ。仕切ってよ。全部全部これはそうだよ。バスケ、野球、サッカー、全部ですか。なんだよ。だそれだと3番組できるからね、野球の会。確かにできますか。あの、一応、卓球入れてあげるとリーダーが目立てる。そうだね。いや、でも、リーダー野球やってますから、大丈夫です。野球も。あ、それはさ、やろ、もうやろうよ。あ、面白いね、それね。やろう。だって、はい、YouTube でさ、バーって見たら。月1でそれやろうよ、なんか。いいですね。スポーツ大会。ね、いいですね。ジャコスポーツ大会。ジャコスポーツ大会やろう。でもやそれほら、V で流すとき、ほら、メイプルさんも出れるからね。うん、はい。今、たかしさんから準備中で来ましたよ。起きた、ブラボーさん。ブラボーさん。ブラボーさんって言っていいか。ブラボーさん来た。はい。いや、ブラボーさん来たらですね、あれですよ、あそこのセリフの意味を中井さんがの今日解明するらしいですよ。おぉ。カコさんも、あれですもんね、これからナレーションが待ってますもんね。確かに確かに。ナレーションはね、余裕だよね。今回、あれでしょ、最も、一睡もしてない女として、大体だよね、3時半ぐらいになんか LINE 来て、うん、で次5時にもう LINE 来てるよ。そうですね。いや、かっこちゃんその間大体1時間台なんだよね。本当。やばいですね。今日はね、打ち上げということなんで、もしかしたら、かこちゃん先に寝に行くかもしれないんで。そうね。どうしてもいいですよ、もう全然。もう、でもね。というか、かこさんが酔っ払って文句言うとこ見たいよね、みんな。あ、確かにね。打ち上げだからね。難しいんじゃないわよ。ちょっと聞きたい。ちょっと聞きたい。片付けてからオフィス出ろよとかさ。確かに。私の仕事はどこまでなのって言ってるかもしれない。今日の配信は、今日の配信あれですもんね、こう前回のその顔合わせに引き続き、こう、うん、もちろんね、見ていらっしゃいますけど、うん、こう僕たちの打ち上げを覗き見してもらうっていう形です。うん、そう。うん、全く今、あれでしたね、我々の頭の中はプライベートなことになってましたね。そうね。高橋さん来たら、ちょっと写真なんかも出しながら、あ、いいです。あ、そうですね。いいですね。うん、ね、高橋さん待ちしますか。はい。そうですね。それまで黙ろうか、みんなで。今日ね、あれなんですよ、ラストシーンというか、最後に撮ったのね、ファーストシーン撮ってたの。あ、そうですね。ちょっと予定に入れてなかったんだけど、今日朝起きたらですね、空がめっちゃ入道雲も出てたんだよね。はいはいはい。やばい、これ入道雲もやばいわと思って、で、ちょっとね、ある人にご来してきて、今日撮れるって言って、LINE してやったら、撮れるって言うから。で、ちょっと百ちゃんたちのチームはいろんなものも CM 撮ってこれでちょっと来てくれて、その後また別のドラマに行くっていう過酷なやつ。後ろをちょっと伸ばすためにですね、実は頭取って慎太郎のやつ取って、その後打ち合わせ行ってから尾貫ちゃんのやつ取ってファーストシーン撮るっていう、恐ろしいことをしてね、時間1時間もらったんですよ。そしたらその1時間がちょうど空はすごかったね。いや、すごかったですね。すごいの撮れちゃったね、ファーストシーン、ファーストカット。いい、かっこいいっすよね。かっこよかったよね。で、それを撮ってるとですね、なんか黄色い人がね、なんか歩いてるし、渋谷で、あれと思ったらね、まあ、で、そこ、宮崎もね、自分のシーン終わったんだけど、手伝ってくれたんだけど、黄色い T シャツ着て。そうですね、なんか黄色い服着た人がね、歩いてたんですよ。あれって思って、あ、手伝いに来たのかなと思ったら、単に通りかかった野良ちゃんが。すごい。そこで会う確率ないよ、ほとんど。あ、高橋さん、こんばんは。あ、来た、高橋さん。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。
どうもお疲れ様です、皆さん。どうもお疲れ様です。安定の縦配信で。そうですね、縦配信で。はい、面白いですね。皆さん横なのに一人立てです。大丈夫です。腕ありますね、腕あります。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様でした。本当にしょ、撮影。あ、無事に終わりました。はい。ちょっと乾杯やってもらった方がいいですか。あ、そうですね。はい。次の乾杯は誰だ？次の乾杯は誰だ？高橋さんにやってもらうのどうですか。そうですね。あ、とりあえず来たばっかですけど、はい、何棒でしたっけ？何棒でしたっけ？四季棒？梅棒？何でしたっけ？梅棒？いや、何でした？梅棒。ヤシがやった。ブラザーでしょ？ブラザーだ。ブラザー。ブラザー。ブライアンザさん、ブライアン、あの、皆さんね、皆さん早いんですよ、僕まだ入ってたからなんですよ。早い、仕切って、立ち上げが早いんですよ、だから。言ったら済むの、ミュートしていいの、言ったら。いや、言ったらダメです。そういうことだと思いますよ。あ、わかりました。あの、はい、お疲れ様でした。あの、きっとこの配信を見てくださってる皆さんも、あの、一緒に打ち上げの気分になってくれてるんじゃないかと思っております。それでは皆さん、ご視聴いただきたいと思います。いきます。渋谷行進曲、お疲れ様でした。バイバイ。割れた。ブラボー。すいません、本当に。すみません、中井さんすみません、本当に見上がってブラボーの写真を出しましょうかね。おブラボーの写真、ブラボーの写真いただいたやつ、ブラボーの写真、ブラボーの写真、これですよ、これ、いや、これシーンの写真じゃないでしょ。そうですよ、関係ない、全く特等席から撮りました、これは照明さん付き合わせて、照明さんちゃんとさすってさすが入ってるからね、すごいですね、これすごいね、立ち方がいい、そう、姿勢が綺麗ですよね、超綺麗な、いや、違うんですよ、違うんですよ、本当に僕舞台上に上がらないじゃないですか、僕のね、設定がね、はい、だから休憩時間を狙って上がるわけです、いたので、そうするとそういうのを面白がって撮ってくる後輩たちがいらっしゃってすいません、なんかみんな高橋さんもね、いじろうとしますもんね、みんな。あの、そう、面白がって写真ですからね、あれも完全に。そうですね。りょうたとか、めっちゃいじりますから、高橋さん。いじってる、先輩いじるからね。怖いもの知らずだよね。そうですね。ちょっと待ってください。りょうた、たく。ああ、そうですね。たく、こうたろう。りょうた、りょうた、たく、こうたろう。いや、りょうた、たく、翔太郎でしょ。いや、俺は結構ね、翔太郎あんましないから。翔太郎って、そういう時ね、意外とね、きっちりとね、そう。距離感ちゃんと取るんだよね。そうですよ。俺は高橋さん尊敬してますもん。いやいや、口だけなんだよな、本当に。昨日のいじりとかね、本当にね。俺尊敬してる、大好き。雑だな。あるんだよ。大好きは2回3回言うもんじゃない。はい、すいません。なんすか、昨日のいじりって、なんすかね、いじりっていうか、もう全部ですよ、だから、もう全部。全部ってな。そうですね、あの、セリフね、あの、オフィスのシーンとかでもやりましたもんね。それですか、それ、もうそんな大事な話しちゃっていいんですか。あ、いや、じゃあやりますか、それ。じゃあ、それじゃあ今度は。全然いいんですけど、あの、はい、僕が説明台詞というか、最初に登場して、うん、そうそうそう。まあまあ、3ページ分ぐらい喋るところがあるんですけど、僕のセリフから始まるシーンなんですよ。うん、そうそうそう。だから、あの、そのリハーサルとかやるときというか、役者間でこうセリフの練習とかするときって僕から発信するもんなんですよ、これって。なのに孝太郎は僕のとこ飛ばして自分のとこから入ってくるから、ひどいな、リズムがね、それじゃあダメだろ。そうだよね。で、しかも僕のその前のセリフ聞いてないもんだから、全然覚えてなくて。違いますよ。それは、じゃあ、中井さんもいるから、ちょっと語弊がありますけど、聞いてるワードはあるんですよ。ちゃんとワードはあって、わかりますよ、それは。わかります。だから、誠意っていう言葉があって、それに孝太郎は引っかかって、セリフを言うっていう役どころだったじゃないですか。だから、僕の誠意きっかけでもう言おうとするわけですよ、まだその後に。もう一行ぐらい言葉があるのに。だから僕が誠意って言った後でもう言いたいもんだから、スーって言ってんの。
普通で先輩のセリフをね、あの調整してるんですよ僕は。人のセリフまだ言ってる途中なのに。いいね。いやこれこれは完全なるリハーサルですよ。あのカメラとか関係なく、あの合わせる時の。いやいやいや、あれはもうバレてましたからね、本当に。いやいや、バレてて。こいつ、人のセリフで調整してるなってバレてます。いやいやいや、じゃあ、中井さん、そんなことないですよ、全くないですよ。もう、あんな僕で、ちゃんとやってますよ。私は高橋君を信じるよ。いやいやいや、ちょっと、それはちょっと、まあ、あってます。大体ね、あれだからね、あの、高橋の、あの、はい、ほら、もう史上最大のブラボーが終わった後にですね、うん、そうですね、みんなでね花束までもらった後に移動していきなり登場シーンですからね。そうですね。そうそうそう。もうね燃えかすのようになってるところ で、ね、あのいやダンというのはって説明してくるんだけど。いや、ね、もう、ね、本当ですよ。説明できいらないんだよねみんなでも。本当ですよ。あのその現場あの移動して昨日の夜移動して、で監督秋山さんも疲れ切ってて。で僕らついて、じゃあテストやろうか、用意っつったら、あのカメラマンさんたちがまさかのカメラを出してなかったんですよ。そろそろカメラ出すかって。そうそう、あの島ちゃんとか百さんがカメラも準備してない時に、監督が用意っつったら島ちゃんたちがあカメラ出してないっつって。こんなことないっすよね。そういうかね、まずねもうほらびっくりしました。あの階段ばらしたりさ、トラック乗っけてね、りょうちゃんとかね、やってる時にさ、はい、俺たち行ってさ、翔太郎ちょっとこのベッド硬そうみたいな。翔太郎があれよ、ベッド担いで風呂場に入れて硬して、はい、で、あの押しピンこう外してさ、よしポスター貼ろうみたいな。はいはいはい、もうおかしいよね。おかしいです。で、その時にね、なんかいろんな人がね、クランクアップしましたって写真ツイッターにバンバン入ってるの。ふざけんなよと思うよ。今ね、ふざけんなよと思う。ベッド、風呂場に入れてるぞみたいな。いや、俺もう、しま、気絶しよう。よし、もうダメだ。すぐ撮ろうと思ってね、よーいって言おうと思ったらね、横でね、百ちゃんとしまちゃんがくつろいでた。そう。カメラ出してなかったんですよ。そろそろ出しましょうみたいな。まさかの。そうかみたいな。はい。すごかったですね。だってあれですもんね、燃え尽きてたもん。百さん言ってたもん、ね、なんかその秋山さん早いけどちょっと最近度が越してきてるよって言ってた。スタッフが追いついていけてなかった現場はあったと思うんですよ今まで。だけどそろそろカメラマンとか音響が追いついてこれなくなってきてるよって言って。もうね、俳優と二人しかいないのに用意って言ってる時あってね、その時あの百ちゃんが来て撮りますかって言ったけどね、まず戸部さんはまだね、あの、そうですね、大瀬の戸部さんはね、先生のね、うん、全然まだ地下1階にいるからね、そうですね、ちょっと待ってください、セリフないから大丈夫って言って、ね、それで結構撮ったんだけど、ね、後で編集するとき実は自分が大変なんだけどね、かわいいかわいい戸部さん ね、かわいいかわいい戸部さん、キュアボーイズスクランブルの時からずっとそうだよね。みんなでわーって言って、翔太郎がおかまの格好してさ、チャリンコやって、よし、ほばーんとか言ったら、後ろの方に誰かいるなと思ったら、隣があの録音の機材、意識持って走ってたっていう。かわいい。もう秋山君、いつもお世話になってる、あの音響のね、戸部さんというおっちゃんがいるんですよ。最高ですよね。最高ですね。戸部さんはかわいいですね。キーホルダーまさか後ろの見切れてるのかと思ったらね、あの大事なスタッフだったっていう。砂浜をね、60歳オーバーで走らせるのひどいね。今回も力からね、もう、今日、タクちゃん来ないんですか、これ。タクちゃんはね、今日来ないらしいですよ。なるほど。来ないんだ。はい、来ました。やっぱりチープレ大賞としては、タクちゃんとですね、はるかちゃんのシーンを言いたいですね、はい、僕は、ね。そうですね。はいはいはい。これはびっくりしたね。何だったんでしたっけ。いや、これはもう中井さんにも失礼なんですけど、脚本家にも脚本家は冒涜したんですよ。冒涜したからね、地下1階で撮って、地下1階ばっかり押して撮ってけ、押すって、地下1階のシーンでいくつか撮ってけば、すぐ撮れちゃうんだけど、やっぱ感情の流れとかあるじゃない。地下1階撮ったら、そのまま走って出てったら、1階まで上がってきて、表で撮って、で、また地下行って、次のシーン撮ってって、順撮りっていうんですけど、これやってたんですよ。これってスタッフに厳しくて俳優部に優しい撮り方なんですね。そうですね。で、それをもうみんな、順撮りやろう、順撮りやろうってね、百ちゃんたちも最高だからって言ってくれてですね、うん、明日で撮ったわけですよ。うん、まあ、梅原遥さんがちょっとあることでバッと出てくるシーンが。梅原遥さん演じる、アキナさんがね。アキナさんが、そう。
で、バッて出ていくシーンなんです、ね、出ていくシーンがあったわけですよ、うん、で、それ撮ってちょっと待ってですね、みんなって今表取ってくるからってまたね、戸部さんがこう担いで走ってですね、うん、表出て、炎天下でで、構えてですね、よし、すぐ行こうって言って、はいって言ったらね、あの2人がガーッ出てきて、明菜さんとあの、うん、タクちゃんね、タクちゃんはあのエータ、エータ、エクタ、タクちゃんも叫ぶんですよ、うん、綾野さんって言ってさ、誰やねん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 、2日目だよ、ロケ2日目そうですね、しかも台本読み合わせとかいっぱいしてんのに ね、 そうですね、リハまでしてるの、リハまでしてるのに、そうですね、明菜さん、明菜さんは悪くないっていうセリフなのに、いきなりそこで綾野さん悪くないって誰だよ、誰や、いや、それ確かに綾野さん悪くないよ悪くないね正論、正論だけど、多分秋菜って夢にくっついたからね、なんか、うん、それでみんな、みんな、あの、みんなあの外にいたんですけど、外にいた全員がちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、カットになった瞬間、みんなでタクちゃん、タクちゃん、今なんて言った今の、え、それどういう、どういう、どういう感情っていう、僕ですか、え、今なんて言いました、うん、あれめっちゃおもろいっすよね。しかも大体それワンカットでフィット撮ってるわけでさ、そこでもうあれでしょ、綾野さんって言われた瞬間に、うん、まあ、はるかちゃんの、まあ、だね、おいおい言うんだけど、気持ち持ちだから、まあまあまあ。なんだろう、大事なセリフになったら、すぐそのまま、よい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 よこれ、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 
これは確かに確かにこれを言わせるしかない。確かにそうですね。やめた。さん本当思った。長山確かに長山確かに。なんか何やか。またいじってる。いやいやいじってる。名前が違ってる。ちょっと尊敬してます。尊敬尊敬してます。そうですねはい尊敬してます。あれはどういう意味があったんですか長山先生どういう意味だったんですか。これは真面目な話をしてもいいですか。ただちょっとネタバレになりそうなので。そうですね。ネタバレ、ネタバレもネタバレないんですよ。ギリギリのところがバレないように言ってくれる。そうですね。今回のコロナ禍の中で特に3月4月あたりでヨーロッパを中心に起こった運動というかがありましたよね。私はあのリスペクトをしたつもりなんですよ。で、たかし君の言った言葉っていうのは、フランスではですね喝采という意味なんですよ、うん、ただその掛け声、ね、うん、だけではなくて単語名詞として喝采というふうな意味があるそうなので、うん、実はその、うん、ちょっとここ大丈夫かなこれちょっと相当ネタバレですかね。大丈夫ですよ、うん、なので何が何でも最後はこれで終わりたいなということを思ってたんですね。なるほど、入れ込んだな。なるほど。そう、だからそれを言葉にするかしないかっていうのはちょっと迷ったんだけど、たかし君だしなと思って。なるほど、なるほど。だけど、たかしさんのその言葉を言う時の前に、ま、前に出ていくって、まあ、こう前に出ていくっていうことしか言わないんですけど、前に出ていく時に言ったアドリブがあるじゃないですか。アドリブね。うん、若いのね。僕はあそこがすごい好きで。うん、あれ最高だったね。すごいですね。あれは、うん、あれは響きます。わかんないですけど、僕はそこがすごく響いて。うん、前に出ていくときに孝太郎らへんに振った。ああ、そうだね。あれを言わしたかったっていうのすごいあるじゃない。そこが、うん、そこの最後のカタルシスにつながっていくっていうところのものを、うんうん、中井さんに伝えるのに2時間半かかったんですけど。いやでもね、さっきそのエピソード、うん、実は監督から事前に聞いてたんですけれども、実は私がセリフで書いてて消した言葉だったんですよ、高橋君。ああ、なるほど。そうなんだ。そうなんです。だから高橋くんさすがだなと思いました。いやすごい、読めてるってことか。読めてる。いやいや、どうしてもどうしてもって言ってたじゃないですか。こうやったろ。こうちゃん、こうちゃん、高橋さん、こうちゃん。あれも、でも難しい言葉ですけどね、あれはね。でもなんか。でもなんか、あそこは、みんなのなんかすごい一体感というか、そうですね、あそこはもう最後より取らなかったんだけど、もうなんかそういうんじゃないなっていう感じ、もうなんかミラクルありましたよあそこ、うん、そうですね、結果高橋さんはあの言葉に救われてましたからね。どういうことですかね。どういうことですか。全部もう全部のメイキングで言ってるからあれ。おっしゃってます。結果困ったら全部あれ言ってたからね。はい、救われてましたね。はい、いや、あの人がどういう人生を送ったのかってすごい気になるもんね。そうですね。さじかげさんのことが。うん、なんかさじかげさんのなんかスピンオフがなんか見たいよ。ああでもそうですね。どういう、だってそれまで昭和の社長みたいな社長だったからね。そうですね、昭和の芸能界みたいな人、ね、そうですね、ドナドナやってましたもんね。ドナ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 は伝わらないけど伝わらないよ、ね、ドナドナ怖いけど、うん、そうですね、ドナドナそうですね、はい、こう打ってみたいな、うん、その一番悪い人がね、今真ん中でいる委員長な人でしょ、うん、いやこのなんかスナップね、ありますから、はい、あれですよ、やっぱり舞台上がね、やっぱり熱気がすごかったですよ、そういう意味だね、僕のなんかその最後のいただいたそのね、肝になるそのセリフもそうですけど、それを引き出したのはやっぱりね、やっぱりあれじゃないですか、社長ですよね、はい、社長ね、社長って言わないでください。いや社長がね、動けなくなっちゃったのを見て、はい、でも2回はやったんだけど、いやもう3回目ないなと思ったのはですね、明日のジョーの最後みたいになった。いやちょっと自分でもびっくりするぐらい、もうあこれしばらく動けなかったっすね。
立てなかったんですね。うん、そうあれ上段の上上がってみたら分かるけど暑いんだよね。暑いですね。めちゃくちゃ暑いんですよ。でもできない。すごい嬉しかったのがですね、あの名前を間違えてしまったタクちゃんが、うん、この動けない僕を見てこうパワパッとお茶を持ってきてくれるんですよね、うんうん、なんかそういうのはすごい嬉しかったですよね。そうなんですよ。タクはずっと舞台の袖にいる役じゃないですか、うん、そう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 、うん、だからあの何かあったらパッとみんなに水配ったり、そうそうそう、次の進行とかをね。だから翔太郎がずっと進行していくんだけど、うん、まあ、翔太郎あの座り位置にいるから、翔太郎とタクとなんかねそういう風にやって、でなんかその時にタクちゃんっていうのはなんか本当にスタッフにいる役だから、うん、スタッフに引いたんだよね。だから全員の寄りを取っていくとき、ずーっと、もうじゃあ左から全部取りますよって全員の寄り取っていくんですけど、タク、うん、ちゃんだけちょっと忘れちゃうんで、誰か取ってない人に言ったら、あ、僕がみたいな。タクちゃん忘れちゃうぐらいスタッフになりきってたね。なんか、優しだったね。そのとき、高橋さんとかテレビのとき、俺たちはちょっとゆっくりしたときですもんね。私はあの、孝太郎がね。孝太郎がね、ちょっとね、ほら、ね。ちょっと小太郎休憩時間でした、あれ、ね、ちょっと首が傾いたまま目を閉じてね。これはもうメイキングにも現れてないから、誰もメイキングで捉えてないから言いたいんですけど、ちょっと中井先生ですよ。中井先生に本当これもう作りたい、作りたいです。なんだろう、なんだろう、小太郎、あのロケ中に寝言言うぐらい寝ました、うん、違う違う、中井さん違いますよ、中井さん恥ずかしいよ、私は恥ずかしい。違う中井さん、それはあのほら、そういうほら順番がタイミングがあったわけですよ、単純に、うん、単純にそんだけです。いやでもね、あれ見ながらね言ってたの、いや確かにね、ああいう時プロデューサーよく寝てる人いるんじゃないですか。リアル役に入ってる、あのちなみにその証拠写真はあるんですよ。見せてください、見せてください。これはですね、出したらダメでしょ、これは、あ、大丈夫です。おぬきちゃん、そんなことないから、ね、俺は。ちょっと見てみよう。そんなに見てないからね。ちょっと見てみる。どうなのか見てみましょう。完全に見てる。いや、しかし、これ、目開いてるじゃん。目開いてるじゃん。これ芝居じゃないだろ、これ。いやいや、これで。これ、本当これ。いやいや。これ大事、全然大事ですね。これ、突き失ってるやん、こんな感じでしたね。そんなことあるの？さっちゃんがね、動画も。どうやって動画持ってすごいね。いやいや、違う、あれですよ、これ別にあれですよ、あのほら、本当にあの、もうちょ撮ってるところだけで、ですから全然あの、じゃ休もうと思って休んだ時ですから、全然あの、あれですよ、中井さん。昨日言うんだよ、お前ら。違います、長谷さん、違います。これは、あの、ほら、あの、ちょっと、あの、今休むチャンスだって思っただけです。だってあれですよ、寝言も寝言で、なんか、漫画みたいな寝言ですか、ね、いや、ほんと、漫画でした。うん。なんて言ったの？なんか、そんな感じ。これ言っちゃダメだよ、あんまりよ。高橋さん。うん、いやね、ほんとこれ、写真いっぱい面白いのね、これがどんどんあると思うんですけど、あのね、リーダーと宮氏の、あのすごいちょっとシビアなシーンがあって、それ休憩時間にちょっと練習してたんだよね、はい、でそれを翔太郎がやっぱり見るじゃん、あの助監督が僕と2人見てたら、でふっと横見たらですね、なぜかですね、タクちゃんがいたんだよね、うんうん、その時なんか別に全然タンカでもないのにタクちゃんが横にいて、うん、あれと思ってさ、休憩の時だったんだけどね、グッと見たらね、うん、やんちゃで揃ってたんですよ、みんな、うん、ちょっと写真撮ろうって言って撮ったのが、そのやんちゃがあの階段のとこに、はい、あれ別にね、やんちゃを撮ろうって言って集まって撮ったんじゃないんだよね、気持ちいいですね。世界的に言うと、あのリーダーとミヤシーのすごい、うん、あのほらみんな集まったりするでしょ、いいですね、これ休みの休憩の時にね、うん、もうなんか撮ってた時に、まあ翔太郎は絶対僕がいたら横いるじゃん、でこれ撮ってるときになぜかタクちゃんがいるんだよね、うん、なぜかタクちゃんは休憩って知らなかったんですよね、はい、その可能性がある。あのセリフ覚えてたんだよ、これ、ね、なんて読むんだろう、あやっての一周回っていたんですけど、タクちゃんは、はい、でもそれがね、実は2日間ね、不思議なことがあって、うん、ふっと見たらやんちゃな4人だけいるって言ったら、うん、それまた別のところでね、あのみんなあの小太郎がやってるときとジャコクのようながいたりとかするかもしれない、うん、テレビのとき、多分そういうのってなんかあるんだよね、うん、なんか やろうよって言ったわけでもなんでもないんだけど、ふっとしたときになんかその奇跡、素敵素敵ですね、あれ素敵だな、すごく感じましたね、やっぱり、うん、あとはね、結局なんかその一緒にこうやって、うん、
ミヤシーなんかも忙しいのにそばにいてくれたりとか、結局5人で集まってるっていうのは、必然、なんか、まあ、偶然か偶然でこう起こってて、起こってることが多かったですよね。うん、こう気がついたら、そう、多かった。特にリーダーのシーンなんかの時はやっぱり、こう、やっぱり周りにいるのはやっぱり俺らだし、うん、っていうのが、うん、1日目だ劇場を通して結構多かったんじゃないですか。すごくて、うんうん、それやっぱりみんなの力で、を受けてやるんだけど、うん、その時ほらいろんなユニットあるじゃん、こっちの中にも、うん、その中のね、なんかやっぱりリーダーがある時はやんちゃのもう看板背負ってんだからやれみたいな感じの、うん、なんかオーラがみんな出てたんだよね、うん、だそういうなんかそれぞれあったよね。なんかいやすごい、まあ、ジャコックは寝てたかもしれないけど、そうですね。でもジャコックの周りにあのね、あの塩浜もいて、そうなんだよね、うんうん、ナレーションのね、カコちゃんもいて、そうなんだよ、なんかやっぱりあるんだよね、そういう素敵な、はい、ノラノラもいて、高橋さんもいて、はい、そしてエイトも、エイトも、そう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 、来てくれたんだよ、わざわざ、エイト、素敵な写真ですね、ジャコックザムービーのポスターも、ジャコックザムービーのポスターのとこで。だ今回あれですね、その小道具、事務所シーンとかオフィスシーンとかの、うん、その小道具にもちょっと注目していただきたいですね、うん、このジャンめちゃめちゃ凝りましたからね、古典、うん、配信を見てくださってる方には、うん、いや、いろんなところで見たらね、あのね、もう佳子ちゃんの机の上とか見てほしいねっていう、いやそうですね、いろんな面白い、うん、こう隠れミッキーみたいな感じなのがいっぱいありますね、うん、あるよね。でもそれもね、佳子ちゃんの場合ですね、あれでしたよ、それ決してちょっとふざけじゃないんですよね、ギャグじゃないんですよ、うんうん、ちょっとやっぱり大事なとこでずっと黙っててポロッと言ったりセリフが結構大事なこと言うんだよね、うんうん、だからなんかそこでちょっとなんかやっちゃったらすごい全部の空気に乱すじゃない、うん、だからなんか私そこがあるとなんか芝居する勇気がもらえるんですよなんて言って、これいいなと思って、うんうん、そういうのなんかいいなって思いましたね。なんかその力づけてくれるみたいなね、うん、きっとあったんじゃないかなみたいな、うん、結構だからギャグはあんまやんなかったもんね。ないっすね。そうっすね、ギャグやってないですよね、あんまり。ですね、もうそう、あのさじかけ先生がメイキングでずっと面白いこと言ってくれたぐらいですよ。めちゃくちゃ面白かったですね。めちゃくちゃ面白かった。いやもうね、面白かどうかもうお客様がもう見てくださいっていうところではありますけど、あのね、もう本当にね、僕メイキングとかああいうバックステージみたいなやつを見ると、もう自分のなんかこうテンションの高さにヘキヘキとするというか、あんなに辛いものはないですよ。すごい高かったよね、本当にしょうがないんですよ、もうそれぐらいでいかないと。やっぱりこのなんかジャコの波に飲まれたくないなっていうところもあるし、わざとみんなやんなかったっすね。そう、絶対甘やかさないよそんな。そうですね、もう本当に孝太郎邪魔ばっかするし、本当に。いや一緒にセリフ合わせじゃないですか。ライン来てますよ、ライン来てますよ。誰ライン来てます。孝太郎さんライン来てますよ。誰邪魔してんじゃん。もう今も邪魔してる。でもなんか俺は思ってたのは、俺ちょっと羨ましかったですね。やっぱり今回こう翔太君が主演で高橋さんっていうのがあって、うん、裏側の関係性っていうの。裏側の2人の先輩後輩のね、先輩後輩っていうのを見れて、うん、やっぱり俺たちね、うん、ヤンチャボーイズもね、なんかそういう関係になりたいよね、もっとより一層っていうのは思ったかな、やっぱり。あ、なんかそういうところを見てる機会はあまりないので。確かにね、現場で絆を見たよね、とってね。そう、だからそこもやっぱり素敵だなっていうのは、うんうん、そうなんだよ。毎回ね、高橋さんはその大きなお仕事を終えた時にね、必ず僕に缶コーヒーを奢ってくれるの。うん、120円ぐらいのね。安いですね。名前出てきた。別にいいじゃん。この前ちょっといいやつくれたでしょ。この間180円のやつくれて。上がってるぞ。今回もあの知られてる撮影の時にね、缶コーヒー買ってくれたんですよ。はい、社長だから。別にそれスペシャルじゃないんですよ。なんか仕事終わった後にみたいな言い方してますけど、全然日常のことで、あの言われてこんなに恥ずかしいことないって言われるやつ。さすがですね。本当に勉強になりますよ。高いやつの時言ってください。高いやつの時勉強になります。わかりました。観光費ね。
してね、あの、はいはい、言わない、コーヒーのこと言わない。こんな写真も来てますよ。あ、うん、あ、いいですよ。これ、百さんの作り。百さんだ、ほんと。これ大丈夫だ、ね。珍しい。いや、一応、大丈夫ということで、監督から。これね。あ、俺だ。ゲスト、すごくみんな仲良くなったじゃね。ねえ。慎太郎君、めっちゃ良かったね。ねえ。うん、ほんと。3人いつも一緒にいた。うん。いろいろ話して。うん。こんな仲良くなると思わなかったですね。すごい一体感出てたよね。うん。あ、そうなんだ。うん、すごい、なんかみんな、なんかあの、炎天下でずっと喋ってたしね。ああ、外でね。確かに。そうね、いや、よかったよ、慎太郎くん。すごい、最初、話せるかなとか思ったんですけど、すごい。シャイですだからよ。いや、めっちゃ踊っとったやん。声張れよ、声張れよ、声張れよ、声張れ。慎太郎芝居になると目がさ、なんか獣のような目になるんだよ、ね。うん。今ほら、ちょっとほら、これね、こういう、普段こういう感じなんですけど、うん、もう、用意って言われた瞬間に、もう目からなんかあれ、うん、なんかオーラ出るよね。うん、やばいですよ、ほんと。全然もう。はい、いやもうね、本当になんか、いやすっごい、もういろいろ、なんかもう目まぐるしく回ってて、すごい、なんか、貴重な時間でしたね。うん、お話とかもいろいろ聞けたし、新しい人も、こんなに一気にいろんな人に会うなんてなかなか経験できないんで、うん、あ、そうだね。なんか縁もあったよね。松浦慎太郎くんのロケを松浦翔太郎のみたいなね。家で。家でね。いいですよ、別にいいですけど。いや、あの、実はロケ、あの、翔太郎の部屋でやったんだけど、はい、翔太郎の部屋で翔太郎以外の人で撮るっていう、それがあの、うん、慎太郎だったみたいなね。そうそう、松浦翔太郎の絵で松浦慎太郎が撮られてるっていう。うん、今日もそうで、そう、はい、もう朝ね、あの、翔太郎に LINE して、ちょっと場所作っといてよって言って、もう全部ね、あの、遮蔽して、全部作ってるわけですよ、夜にして、はい、物とか動かして、で、僕ら行って、取りっぱなしで、じゃあ、よろしくって言って、あと、自分で自分の部屋を片付けるっていうね、もうね、現状復帰、現状復帰、あの、一人現状復帰みたいな、一人現状復帰、なかなかね、縁があったよね、不思議な。いや、なんか、本当テルミン全然喋らないね。本当ですよ、テルミン。うんうん、テルミン大丈夫ですか、はい、大丈夫です。やったな、結構テルミンやったな。もう本当にテルミンやっちゃってたよね。やっちゃってたな。あ、これですよ、テルミン。かわいい。かわいい。いや、もう、本当にもう、いろんな人にかわいいって言ってもらったんですけど、だんだんバカにされてるように感じてきて。気づいた？気づいた？あれ、ちょっとこれ、いじってんのかなみたいな感じでみんな可愛いよって言ってるからバレたバレたバレたテレビ3日目ちょっと塗ってるの白かったよねそう3日目はもう本当に気合い入れていこうって思ってたんでもう結構白塗りになってた、うん、髪型も気合い入れてメイクも気合い入れて服も気合い入れてでピンクのなんかピンさしてそうそうそう撮影中に秋山さんが途中でそれピンクだったんだって言っていやなんか髪の毛すげえ気入ってるなと思ったんだけどまさかさ、いや、コウタロウの寄り方が撮るときにね、あのふっとテレビ後ろにいつも見るじゃん、コウタロウの、うん。ふっと見たら目の前に顔があったんですけど、ピンクのピンがめっちゃ刺さってたんですよ。どうなってんだよ、と。かわいい。あ、もうテレビ本当に遊ばせてもらいました、本当に自由に。うん、ありがとうございます。テレビめっちゃ可愛いってみんな言うんだけど、テレビね、可愛いんですよ、寄りで見たらね。可愛いですよね。でもちょっと引きで見たらね、めっちゃでかいですからね。でかい。あでかいですよね。俺そのでかいのに抱きしめられるシーンあります。抱きしめられるんだよね。とグレン結構ほら、もう突っかかって、もうガンガン言うんだけどね。あのステージの下からね、怒鳴ってるみたいなね。テルミンね、なんかあのニコって笑ってるけど、めっちゃでかいんだよね。でかい。でかい、ね。違和感がね。面白いボリュームあんねボリュームが。ボリュームあんだよね。しかも全部服買ってるからね、今回のためにね。あーね、うん、あ、テルミンの服はさすがに持ってなかったですね。自分の私服の中でテルミンできるやつもなんもないって思って、もう一から買ったんでしょ、全部。衣装の人と相談して、これがいい、これがいいって言って全部買って、やって。買うだけじゃなくて、あの衣装のね、あのスタイリスト、サオリンと一緒に、あのレンタルするとこあるじゃない、衣装の。うん、
で僕も行ったことないですよ、この業界ずっとやってますけど、衣装のとこのレンタルのとこ行って探して借りてきたんだって。それうんめちゃくちゃ気合入ってるよね。まあテレビの衣装買ってもプライベートでは着ないだろうなって思ってるんで。いやレパートリー増えたんじゃないですか、私服の新材のこれ3日目 の, テレビ見るんでね、全部持ってる、もう私物になったんで、いつでもテルミンやれます。あ、そうなんだ。3日目のないな。テルミン、ちょっと中井さんに書いてもらった方がいいですか、あれ。中井さん書いてくださいよ、テルミン。テルミン面白いよ、ね。サイドストーリーサイドストーリー。8日目はテルミン。サウナね、サウナ、サウナ。サウナね、サウナね、中井さん、そういうのね、あの、ほら、文学のじゃないって言われる。僕が、あのテルミンと、あの、小太郎と2人でサウナに行ったら、グレンがいたっていう、そういう。で、周波がロウリュしてるんですよね。周波が。周波じゃん、ね、ロウリュでバイトしてた。うんね、あやっぱ劇場苦しかったのか、周波っていうね。いや、私は絶対にやりますみたいな。これやろうかなと思って。いいじゃないですか。某シリーズみたいじゃないですか。そうです、某シリーズ、うん。某シリーズのようですね。多分、孝太郎今、おしっこ行ってるね。あ、いなくなってる。いや、本当に。結構ね、結構の方が見に来てくださってますね。そうですね、ありがとうですね。あ、本当ですね。ありがとうございます。本当だ。さんの方。加古さん大丈夫ですか。ありがたい。そうですね、結構気づいたらもう11時回ってますね。そうですね。ですね、これ、うん、あの、あれですよ、打ち上げ、あの、僕と、あの、長山隆君と2人で、あの、朝5時までやってるんで。やりすぎです。そう思いでもない。固まってますけど。はい。ブラボーさん。会いたいですけど、会いたい。うん、あ、いや、僕ね、今回ね、初めてですよ。あの、いつも、たかしがロケとか来てくれたらですね、必ず終わってから飲みに行ってたんですよね。うん、今回ね、ほんともう無理だった。もう全く、初めてじゃないかな、なんか、ロケした後。いや、あの、ママが生きた時もありましたけど、やっぱり身を削る、うん、身を削る作品の時は、やっぱ、なかなかですよね。そう、今回もそうですけどね。いやそれ以外の時はね、行ってたもんね、大体ね。終わったからちょっと行くっつって飲みとか行ってましたけど、大体2人で行って行ったよね。行ってましたね。だから1時間ぐらいの、そのラストシーンのその翔太とかの下り、はい、やってる本人も相当きつかったでしょうけど、見てる方が相当疲れるぐらい、うんうんうんシーンだったから、多分撮ってる監督も相当きつかったんじゃないかなって、うん、74シーン、うん、いや、うん、あれほとんどね終わってからなんか記憶飛んでるんだよね、うん、ですよね、うんうん、だなんかほらだいたい頭の中でやりながら取り順決めてんだけど、あん時に途中全部あの飛ばして結末行こうと思ったんだけど、でもうそしたらもう見たらみんなもう入ってるから、まあ、ひっくり返しって、まあ、片押しで撮るんですよね。でこっち向け撮ったらこっち向け撮るっていうのは、うん、なんだけど、あれもひっくり返してもう全部撮っちゃおうって思ったんだよね、うん、もう出ないともう受けてる方も持たないなみたいな、撮ってる方ももうそれぐらいのなんかさ、翔ちゃんのね、あの南翔太君のエネルギー、うんうん、だ結局そのエネルギーじゃないですか、うんそれがなんか発散がもうとにかくすごくて、受ける方も同じだけのエネルギーを、うん、だけど受けてる方って20何人いるんだよね、うん、でスタッフも入れたら35人ぐらいいるのかな、35人がまた跳ね返すから、うん、それ1人で受けたらこれきつい、うん、あれは灰みたいになってしょうがないと思ったの、うんそうなんですよ。2回目行けってのすごかったの。ああいうシーンの本当あるあるなんですけど、うん、今日気づいたのを今に書いたらよくわからない技が何個かある。なんかこの中で何か
んだね、結局直接あるんだよね、そっちゃんポンポンだよね、あそこの人気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 うん、あれやった時にやっぱ俺また舞台やろうかなって言ってたんだよね、うん、言ってました本当に年間全部舞台入ってるから連ドラでキャスティングしようとしてもキャスティングできないぐらい舞台やってたんだよねずっとね、うん、6年7年ぐらい前ね、はいはい、だからいやそれちょっと舞台を抑えてあの映像の方やった方がいいんじゃないかっていうね、うん、いろんなことで抑えてたりするんだけど、はい、あそこであの階段のとこ立ってたら上まで行ってまた降りてきたりしながらうん、やっぱ舞台やろうかなって言ってたのみたいな、うん、あやっぱ劇場っていうのはすごいなって思いました。すごいですね、いい劇場でしたし、だから僕、あのあそこの劇場のその板の上に立てるのが休憩中だけだったんで、うん、そうだよね、休憩中立たせてもらって、うん、無駄にやっぱり上手から下手の歩数を数えたりとか、階段までの段差の数しかり、うん、裏動線しかり、やっぱ、うん、なんか確認しちゃいましたね、なんだかんだね。うん、まあ、あの今回ほら、換気とかしなきゃいけないからね、あの、うん、休み時間ちゃんと取ってたんだよ、うん、ある程度、うん。だけど、休みの時あの誰かいたよね。僕、高橋さんとね、高橋さんと一回舞台の上でね、うん、そういう舞台のお話しましたもんね。うんうん、なんか、うん、やっぱりその話になっちゃうんですよね、やっぱ、うん、その戸部さんもね、戸部さんも来てもね、戸部さんも音声さん、戸部さんなんで行ったんでしょうかね。戸部さんがその音声の戸部さんがめちゃくちゃ舞台を見るのが好きだって言って、昔から好きだって言ったらしくて、そうね、マニアックな話、そうなんですよ、戸部さん、戸部さん、これが戸部さんですよ、皆さん、戸部さんはあれ、命をやろうとしてるのかな、違う違う、これちょっと左足上がってますね、上がってないですね。そう、戸部さんだから、あの見てもらって分かる通り、僕らよりちょっとやっぱ上なんですよ、年代がね。ちょっとじゃないですから、うん、僕らより上ですから、ものすごい上です。だから、見てる作品がやっぱりちょっと昔の作品なんで、うん、合わせに、頑張って合わせに行くんですけど、うん、どうしてもね、そこがね、カチンといかない、カチンといかない感じがちょっと面白かったですね。いや、あれちょっと面白い空気でしたよね。うん、面白かったね。戸部さんもなんか火がついちゃって、なんか、もう好きが溢れちゃってるんですよね。じゃああれ知ってます？あれ知ってます？かわいい。そうそう。もう歴史の人ですからね、もう映像の歴史。うん、東京オリンピックの時仕事してたんじゃないかと言われてますからね。ああ、ね、ほんとほんと。だってほら、キャックのお父さんとかお母さんと世代同じというか、うん、皆さんだからずっとあの映像、映画とか NHK とか、うん、ずっとやってる大先輩なんで、ドキュメンタリーとかもやってたし、うん、すごいんですよ、その大先輩はね、まだ担いでるのに僕ら本番とかやってますから、ひどいですよね、うん、そのうち怒られると思うんだけどね、そうなんですよ、まあ、愛があるんだよね、とってもね、うん、ありがたいですよ、うん、お、なんか出てますよ、なんか写真見せて、あ、なんか言ってますよ、なんか、孝太郎さんはパソコンがバグりました。ました。コウタロウ顔が出なくなったんだ。本当？本当だ。そうですね。大丈夫です。大丈夫ですって伝えたあの、LINE も来てますね。すいません、機材トラブルですって。LINE 来てました。じゃあもうせっかくだからもう写真バンバン見せてくださいよ。うん、じゃあ、あの、上から順にというか。そうですね。はい。こちらが。ね、噂のというか、うん、階段ですね。これ大体あれだもんね。これ運転してね、運んだって、ね、りょうちゃんが海足とかみんなで作って。で、あの、来てくれたね、大道具の皆さんもすごい人で。これもう、こっから手作りだもんね。うん。うん、いや、思い出は、もうなんか思い出あるよね、これすごく。昨日まであったのにな。うん、なんかそっか、おあ、これあれですよ、あれですね、
安全祈願、はい、ロケ安全祈願にみんなで行って、うん、前日ですよね、ロケの前日ですね、うん、これ行きましたね。でもこれも実はみんなで行きたかったんだけど密がね、うん、あるといけないので、はい、みんなこれこの後楓ちゃんとか行ったみたいだよね、同じ場所に時間ずらして、でみんな各地の自分の神社を行ったりとか、うん、なんか朝から仕事してたから僕長靴ですけどね、その日朝、あ本当だよね、そうだよね、そうだね、大雨だったんで、この時はですよね、あの秋山監督映ってないですけど、孝太郎と全く同じファッションでしたね。そうですね、同じ格好だったんですね。でこれ半袖短パンサンダルトートバッグでしたね。そうそう、全く同じ格好でした。ほぼね、ほぼ同じ。でもあれですね、本当安全祈願してたからっていうのもあって本当に事故なく終われたのが一番、いやー、ね、ー本当にあんなの倒れちゃうんじゃないかという過酷なことやったしね、うんうん、いやそこはやっぱりなんかあったよね、体育会議的な、うん、なんかあったよね、はい、嫉妬したものが、メリハリが効いてたと思います。あ、あらかっこいい、出ましたね、いやーかっこいいな、これね、サルさんでクランクインして、はい、だしたんですよね、サルさんでクランクインして、うん、で、あの35分ぐらいでクランクアップしてましたからね、これ。あ、ヒロ本田さんですよね、ヒロ本田さんです、いやー、なんか大人な空間だったですね、うん、とっても。これはるかちゃんが作ってくれた、野菜のね、このスティック、スティック、綺麗にアレンジして切ってもらったのとかあったり、うん、そういうところのね、ちょっとしたところがね、うん、なんかみんなのいろんな特技を生かしたので、うん、ああこれね、懐かしいですね。あ、これね、天才カメラマン2人ですよ、はい、そうですね、この2人だけいたらもうね、何でもあれですね、まあ、僕掛け声だけかけてたらもうできてるっていう感じですね、うん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 、これ実は指してるのがね、今回作ったペンダント、あ、あれだ、うん、ペンダント作ったんでまたお知らせさせて、これ買いたい、これ買っていい、もちろんですよ、はい、何個あるの、限定で、まずちょっと 少数で限定で発売しようかなと思ってます。いやちょっと自分で買っていいですか、これ。ちょっと記念に欲しいですけど、とっても、はい、もうぜひぜひぜひ、ああこれ、うん、いいよね、うん、いやいいですよね、まあその一番右のカメラマンの島ちゃんが僕と同い年というね、うん、ああそうなんだよね、そうなんだ、島ちゃんと翔太郎と孝太郎と3人同い年なんだよね、そうですね、全く違ったところをね、ほらこれこの2人同い年でね、拓ちゃんは、拓ちゃんもいて、うん、同い年の2人、これ全く違いますね、何かが違う。でもこれ2人とも衣装だけど、はい、なんかちょっと共通点もある、ね、そうですね、本当に共通点があるぞ。ピちゃん、なぜか非常口の真似をしてるっていう、ピちゃんは非常口なんですよ。そうなんですよね、結局タクちゃんって、タクちゃんのちょっと伝わりにくいギャグがいいかな。あの、あ、食べさせないあ、これね、ほんと、照明部さんたちも最高でしたね、なんか、うん、はい、さん、あの、最後終わってね、いや、3日間結構無理ばっかり言ったから、ありがとうございましたって言ったら、うん、言ってくれた言葉が、本当に笑顔で、うん、楽しかったって言ってくれたんですよ、うん、めっちゃ嬉しかった、うん、なんかその場で、なんかアドリブで、なんか芝居が生ものだから、変わるじゃないですか、あの当たり方とね、そういうのが。とても素敵なチームでしたね、うんうん、あの照明の鈴木さんはあれですね、あの、うん、舞台のお仕事がやっぱりどうしてもなくて、うん、コロナの影響で今ね、この時期ね、はい、そうなんです、うん、で今回のこの芝居行進曲で舞台をやれたっていうのがとても嬉しかったというふうにおっしゃってくださって、うん、でなんかあのあれですね、うん、あのこれが終わったらまた舞台の仕事はなくなっちゃって今違うお仕事なさってるんですよ実は。そうなんだ。そうなんです。だから、いつか必ず舞台の仕事で正面にか、うん、戻ってきてくださいっていう話をしてます今。うわあ、すごいいい照明だったよ、うん、しかも最後のとことか、うん、ほら変わってるじゃない、ね、前の日に、うん、だから打ち合わせ綿密にしてたんですけどそれとは違うんですよ、うん、それですね、もういいとこでいい感じにしてくださいぐらいしか言えなくて、うん、ほんま言っちゃったんだけど、いいとこでいい感じになってましたよね、最高に、うん、あ、すごいなぁ、臨機応変だし、うん、まず楽しかった、あ、ほらこの方がですね、なんじゃこりゃさんですよ、この方やんちゃやなかっこいい、もう
かっこいいね、これ。大体ミュージシャンって逆光って決まってますよね。ミュージシャンの逆光って決まってます。あ、これ。あ、これ、あ、いるじゃないですか、下手に。あ、サムエ来た方が。サムエ来たスタッフさんがね。サムエ来た方いらっしゃいますよ。これね、マスクしてね、うん、上、手ぬぐい巻いてるでしょ。ほとんどね、手術してる時のドクター X の米倉さんみたいな感じで、目しか見えてないですよ。ほとんど見えてないんですよ、これ。これ大変ですよ。で、これ全部撮ったら、ここしかメイクしてなかったっていう時があったし。大丈夫みたいな。これマスク取れるのって、うん、あ、大丈夫ですって取ったら、メイクはここだけしてたっていう。そういうことがあった。あー、これね。これほら、カエデちゃんがね、こうやって本番中とかもこうメイキング撮ってるんですよ、こそっと。これね。あ、俺の目ですか。これそうですね、どう見てもね。これ俺の目、そう、孝太郎の目っぽいね。この人ね、いい役だったね。ずるいよね。この人、ずるい役だったな、なんか。ずるくはないと思います。いや、ずるいよ。ずるいな、そうなんだよね。ずるいよ、お前さ、っていう話だよ、ほんと。ほらほらほら。何を拗ねてるの？いや、拗ねてるじゃん。だからいろんな話したんすよ、こいつとね。あ、したのね、二人でね。ほら、これやばいね、このシーン、ね。これ、音声さんにガチャガチャ言われたライダースでしょ？ライダースね。ライダース、ガチャガチャ言いますよ。いや、トメさん、音声に命かけてますから、しょうがないですよ。ここでもさ、ジャコックで花火したところだけどね。そうですね。花火で、あ、そう、花火で、ね、本当、これ孝太郎がね、仕切ってくれて、ここ使わせてもらってるけど、とってもいい場所だったね。うん、まあ、監督は。いや、後藤ちゃん、とにかくあれでしたよね、素敵でしたよね。素敵でしたね。すごい馴染んでくれたよね、とっても、うん、すごい素敵でした。うん、まあ、ブラボー、ね、後藤ちゃん、もちろん、アドリちゃんもね、小野木ちゃんも、みんなの。ゲストの女子もね、とっても。うん、なんか素敵で、僕らのね、おお、ほら、もう逆光になってますけどね。で、ミュージシャンは逆光ですよね。そうだね。おお、いじるな、りょうた。お前、りょうた、言えば、りょうた、いじるな、お前。おお、孝太郎がいじってんだよ。俺たち、一応ミュージシャンだからな、一応ミュージシャンだから、ね。一応だけよ、一応はだけよ。敏感になってる。翔太さん、敏感で、敏感で。敏感で、敏感で。ほら、これね、本当にね、赤い月が出た。赤月ですね、赤月が出た、ね。赤い月が本当にね、地上から近い時って月は赤い光になるっていう、湿度とかもあるんだけど、本当に綺麗な暁が出てびっくりしたね。ブラボー、牧場から見た。これ初日の夜だったのかな。あ、なんか守られてるなって。そうですね。初日の夜ですね。うん、ね、すごいびっくりした。うん、赤月隆、はい、いいですね。あ、これですよ。こうやってもうね。このね、赤いライトとかもね、いろんな意味がある。その辺もなんかすごく仕込んでくれて。これって多分これ本番じゃなくてあれだよね。稽古してるときに照明部さんやってくれたんだよね、赤いだと思いますね、うん、多分休みでこれ稽古してるときだと思うんだけど、うん、あ、これね、上からいや高いんだよね、これ。りょうたいじってんな、お前。いや、どこがですか。なんでお前いいんだよ、いい写真。お前、そう、本当だよ、お前。お前、いじってんな、お前。いるなら、もう、ちゃんと役で勝てよ。いや、役ですよ、いや、いじってんの、孝太郎だよ。あ、そう、この時も、あれだよね。たまたまやんちゃがね。たまたまやんちゃが、やんちゃ&アドネちゃんでね。そうですね。たまたま集まってね。これですよ。わあ、いいっすね。この人ね、もう、僕はですね、ノアちゃんにですね、もう5時間外で日干ししてろって言ったんですよ。そしたら本当にしててね、見たらね、熱射病になりそうだったから、ちょっと潰んでって言ったんだよ。そうだね。ここに5時間本当にいたからね。そうですね。日干しされてたから。はい、ちょっとまあ時間が空いたら外出て。暑さの中で来てね。現場に行ったら分かってくるもあるんだよね。ロビーにおいでって言ったら、いや、私は役作りするんで、外に行きますって言って、そうですね、コートを着て、こだわって、すごい、はい、こういうところでずっといるっていうのは、実はチャンスでもあるんだよね、自分。まあ、高橋さんはね、8時からここにいましたけどね。高橋、ほら、10時半入りなのに8時に来てて、まだ空いてなかった。川野君がせっかきなんですよ、これが。撮影の初日ね、僕ね。撮影、高橋さん、撮影初日。これね、汗びっちょびちょになっちゃって。
でほら今回結構ほらこう絡んでくる役だったじゃない。でも本人ってすごいシャイでね、いいやつなんだよね。はい、で今回あのみんなとベタベタしないでねって言ってたんで、結構ね、本人きつかったみたいだけどね、頑張ってね突っ張ってたけど、いいやつなんだ、この T シャツね、あのあれですよ、もう汗びっちょびちょでですね、もう修復不可能になってて、なってましたね。今日あのサオリンがこれやっぱクリーニング出しても返却してもダメかもしれませんねって言ったから、あの僕買い取りましたこれ、なんか普段着ようかなと思って、大きいからなんかダボっとかっこいいなと思って、だからこれ僕あのたまに着てますんで、今度ザコ店これで買います、買い取りました。一回片付けてあ、これですよ、問題のシーンですよ、これ。これ大好き、このシーン。これ問題のシーンですよ、これ。問題のシーン、TN。TN。これこそは、これこそ、これこそあの本編をお楽しみに。TN。これ言えないよね。これは言えないと思います。このシーン大好き。このシーン、1時間練習してる人いましたよね。これ脚本家ハテナですからね、高橋さん。確かに。そうですよ、脚本家ハテナですよ。でも、こんなの書いたっけな。どうぞ、どのシーンだよね。どのシーンだろう、これ。と演出でもなく、脚本でもなく、俳優部のこのなんかね、TN やって、何やってんのって言われるかもしれないわけですよ。そうです、そこでの、これがあの俳優部のね、チャレンジですからね。これ素敵なチャレンジでしたね。いやー、これめっちゃ面白かったですね。いや、まあ、本当本当本当。言いたいことは山ほどありますよ、今の。今の下りを、とにかく僕は今全部受けましたけど、言いたいことは山ほどあります。あのこれに関して言わせていただくと、まず孝太郎が役作りの一環としてこのカップラーメンを持ってきていたというのがいいと思うんですね。やっぱ小道具ってやっぱり演者と一緒なんですよ、そういう意味では。いかに上手に使えるかどうかが役者のその力量を問われる部分なんで、ワークショップですね、はい、だからあのすごく大切に僕はなんとか使えないかなと思ったら、それにもう一個助言を入れた監督って。ありがとうございます。それで、ね、僕ね、あの、はい、監督が言ったことをただやっただけなの、そういう意味では最終的に。なるほどね。カットって言った後に笑いながら本当にやったって言ったの。上手。似てます似てます似てますね、はい。本当にやったっていうやつをなんかやつ一人で、あ違う違う、監督やそのシーンのやつってことですね、やっとってるってことですよ。それを一回やってしまったがばっかり、もう何回もやんなきゃいけなかったこれ誰が撮ったんですよ、この写真。これマジで言いますけど、実はこれあのまあ僕らドライとかリハとかやらないといけない本番これやったんですけど、うん、ちょっとこれとは違う感じでそういうことをやったんだけど、いやあれ泣きそうだったんだよな、見ててマジで、うんうん、いろんなやっぱり、はい、言葉一つとってもその直線的な意味じゃなくて、うん、全く逆の意味が含まれていたりとか、うん、あるいは比率で2対8だったり7対3だったりいろんなことがあるじゃない。その中でのそこのちょっとした動きとかっていうことに、うんうん、実はなんかいろんななんか裏腹の意味とかっていうのは表現できるじゃない、うんうん、実はですね、あれ最初にやった時はちょっともうちょっと変わっちょっと違うことになったんだけど、そのやったこの芝居でですね、絶対ダメなんだけど、それ実はこれ泣きそうになったんだよね、なんかそしたら後藤ちゃんもなんか泣きそうになったらしいよね。はい、そうなんですよ、嬉しかったんですけど、そのシーン終わった後に後藤さんが、私ちょっと心救われましたって言ってくれて、あじゃあまあじゃあありかなみたいな、あんななんか悪ふざけの延長線上が良かったかなみたいな。いやすごい良かったですよ。あでこの後にね、だからあのこれですよ、孝太郎のこれタクちゃん家ですよね、これね。タクちゃん家で撮ったんですよ。いやタクちゃん家とか言っちゃダメだね。言っちゃいやほらこれパンツ履いてますけどね、これですよ、これ緊張してるんです、実はすごい緊張してるんですよ。これがね、あの事前の顔です、事前の顔。次多分ねよりがきますけど、いい顔してんな、これね、うるさっとしたとこね、
ホットショーですよね、ボブサップさん。ボブサップ、ね。何ビデオ男優だよ。これ出していいんすか。いや、もうね、何をやったか言ってないですけど、あ、これもすごいんですよ。これあのグレンのちょっといいシーン、僕のシーンですね、僕のシーン、すっげえいいシーンなんだけどさ、そこ撮るとき、ヒャックンと、シマちゃんは2人すごいんですよ。2人なんだけど4カメなの、どうやってやるかって2台持ってるんだよね、両手に。でしかも両手で単に寄り取ってんじゃなくて、こっちでツーショットのこうワークしながら、こっちで寄り取ってたり、両方でワークしてるんだよ、こうやって。これ世界でできない、2人でやってるんですよね。いや、2人とも天才ですからね。でその時にね、そうやってやってて、もう一台これでツーショット、こうやって置いてタバコであげてちゃって、これ三脚じゃなくてタバコで一瞬で撮るからね。すごいですね。これ面白いよね。なんか常識とかそういうことじゃないんだ。あ、これタクちゃんがね、これいるんですよ。これこのシーンタクちゃんも実はいないんだよね。なんだけどタクちゃんがこうな見てんだよね、これなぜか。タクちゃんいいんですよ、すごく。ずっと同じ服ですけどね。そう、ずっと3日間同じ服だったらね。いろいろあって。あ、これだ。あ、これですよ。これがね、さっきのね、さじかけ社長の長ゼリフ。はい。後悔してるんですよね。そうですね。孝太郎はね、自分のとこだけ合わせた。自分の練習しかしなかったやつね、孝太郎。タイミング分かんなかったからでしょ、分かったからだから。これね、テルミンはね、オレンジジュース飲んでますから、ちゃんとね。この後運転がありますから、テルミン。そうね、ありがとうね、テルミン。ああ、これでね。こちらのアップですね、これが。いや。俺と監督似てるな、本当。本当一緒だよね、俺たち。格好が。格好、感じも同じなんだよね。孝太郎さん何持ってたんですか？ギターですね。孝太郎さんのなんか、あれ、そう、たかしさんが欲しがったオフィス LP のね、なんか小道具の。なんか、そうなんです。そう、たかしさんが欲しいっつった。持って帰りました。本当に欲しがったの、これ。ああ、これ、あ、そう。写真ですね。そうですよ。あ、さじかけ社長と。さじかけさんは、俺が持ってるのはオフィス LP の、表札で。この、あ、そうです。これまだテルミンの手はどうしよう。どういうことですか？テルミンマスクしてないから大丈夫かなって思ってました。あ、そっちか。手でマスクしてない。ヒゲじゃないの？ヒゲ隠してない。役作りですね。役作りしてるとき。必ずなんかいるんだよね。あ、ここで、これね、すごい実は逸話があってですね、ここでね、出会った、まあ、まさしさんね、スタントとかアクションとかやってくれる、僕ずっと信頼してる高橋まさしさんと、後藤さんと、実は1年半前に中国の深圳で映画撮ってる時の、プロデューサーとヒロインなんですよ。知らなかったですよ、それは。どっちがプロデューサーでどっちがヒロインかはね、皆様の想像難しいんですけど、それもですね、その時に一緒にやってた高橋浩二さんという方がいらっしゃったんですけど、ちょっと亡くなってしまったんですけど、その本を中井さんが書いてるんです、実は。中井さんがその本をね、構成ですね、構成ね、構成して、構成です、はい、インタビューしてね、やってるんですよ。だから全くそれはだから知らなかったの。うん、だからなんかね、そうやって縁っていうのは。そうですね。中井さん、これタイトル言って皆さんに紹介した方がいいんじゃないですか、これ。あ、浩二さんの本ですか。そうです、そうです。あ、浩二さんの本はですね、まだ望みはありますというタイトルの本で、闘病生活が書かれてる本ですね、浩二さんの。すっごい素敵な男がいたんですよ。もうとんでもなくね。もう男が惚れる男いたんですけどね、まあ、がんと戦って、もうすごく戦い抜いたっていう方がいらっしゃって、僕ら仲間だったんですけどね、だ彼がすごく、よーや、すごいの撮ったよって言ってた深圳の映画があったんだけど、中国で撮った、うん、それが私のプロデューサーで、アクションとかも全部やって、ヒロインが後藤ちゃんだったんですよね、うん、これ、僕らそんなの知ってて、キャスティングしたわけでもなんでもなくて、びっくりしましたね、この現場でも誰々出会いで。まさかっていうことだったのか、そういうことがあるわけですよね。あ、これですね。あ、これですね。これですね。これでも、本当にね、すごい、もう、
すごい不安なんですよ。戦いないなか話があって、もう、なかなか、まさかね、あの、どこでこでこいつさんのことを本当な、なんだろうね、思い出せさせかけられるとは、びっくりした。ごめんなさいね。最高なのなんですよね。なんか、そういう絵っていうのはね、グッドではないなっていうのはいつも思ってるんだけど、まさか、まさかじゃない、本当。あの新鮮な話、ずっとすごいの撮ってきたよって言ってた映画に後藤さんが出てるっていう。そこでまたそのクライマックスの日に再会したんですよね、だから昨日、うん。びっくりしましたよ。なんかそういう神がかってることってなんか、ね、あるんですよね、この世界は。あ、これどこでしたっけ、これはこれ、あれだ、今日です、これ今日じゃないですか、これ今日です、ね、今日の写真ですよ、これどこかですね、これはこれどこでしょう、場所、都内某所、これ、うん、これ某所ですね、某所で撮って、今日ですね、これ、おびきちゃんで撮ってる時だ、ほら、これはいいですね、これ、うん、ナースといいですね、これどうですか、髪の毛一緒ですよね、この髪の毛、確かに、これ姉妹の設定ですけど、髪の毛一緒でしたよ、見てて一緒でした。あ、これ野良ちゃんが作ったあれですね。これ配信画面。大元というかこのポスターのところは翔太郎さんが作ってたんですか。あ、翔太郎が作ったな。翔太郎が作ったポスターで野良ちゃんが作った配信画面だ。そうですね。でもあれだ、あのこのポスターを完成させたのはあのアドネちゃんですから。うん。あこれゲームで翔太郎が作ったのもすごいクオリティ高かったんだけど、翔太郎もうちょっとこれ輪郭とかなんとかって言ってたらですね、あのアドネちゃんが現場で、あ、私できますよって言って、まあ、カメラマンなんでね、うん、やってくれたんだよね。いやー、それびっくりしたけど、なんかね、出演者みんなで作ってるっていうね、このポスター。このポスターすげえかっこいいよね。もっとね、パキパキっとしたやつだったんですよね。そうそうそう。それちょっと輪郭がちょっと甘くしたかったの。だからそのやっぱりそのアドネちゃんにちょっとこの空気感をって言ったら、なんかアドネちゃんが空気を作ってくれたっていう、この、うん。現場でパソコンで作ってたんだよね。すごいことですよ、それは。ありがたい。あ、ほら、これ今日バッタリ会った、2人に。バッタリなんだ。たまたまなんですよ、これ。えーリーダーのファーストシーン撮ってたんですね、はい、なんか黄色い人が歩いてくるなと思ったら野良ちゃんだったんですよ、はい、派手だな派手だなあ、これね、ラストシーン撮ってたんですよ、どっちがどっちか、どっちが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 はい、この空がニューアーね、以上ですね、あ、ありがとうございます、ありがとうございます、いやーなんかすごいいろんなことありましたねこれ中井さんの写真が今すごく中井さんの絵が大きいんですけど、どうなってるんですかこれ。ああ今監督になりましたよ、はい、僕、はい、僕大きくなって、僕個人的に変えました、大丈夫です、はい、個人的に変えるんですか孝太郎酒飲んでる時の喋り方になってきてんな。なってきますよね。打ち上げだもん。そうだね。いいよいいよ、うん。これどうやったら、これどうやったらみんなのやつになるの、うん、あ、え、右上の、右上になんかありますよ。あるんですよ。あの想像してください。はい。想像してもらえます。想像してください、ね。ベロベロになってきてる。変わってんねん、お前。はい。いやいや、まあ、結構いい時間だからね。もう。そうですね。はい、うん。おぬきちゃんも、慎太郎君もありがとうね。ありがとうございます。ちょっと、孝太郎ベロベロになる前に一回ちょっとピシッと締めた方がいいんじゃない。そうですね、一回しますか、うん、はい、うん、決めましょう。え、孝太郎さん。ああ、俺か。ベロなんじゃないですか。あのね、すいません、これもう孝太郎ベロベロなんで、リーダーに締めてもらった方がいいと思いますよ。あ、そうですね、無事に、あ、でも僕こんな声なんで、やっぱりちょっと、あれですね。締める自信がないですね、ちょっと。じゃあ、翔太郎に頼もうよ。じゃあね、ということでね、うん、まあまあ、終わりましたけども、終わりましたけど、これからはね、まだより一層、今回のね、感じたことを、それぞれが感じたことをね、あの次に生かしていければと思いますよ。本当に、集中していきましょう。ということで、どうも、皆さん、
こんな時間までね、ありがとうございました。ありがとうございます。締めたね。僕もね、ちょっと酔っ払っておりますのでね。酔っ払ってね。昨日聞いたこと聞けない。僕ちょっと一個あれですよ。これじゃあ、社長、次何やります？次何やろっか。決めます？次なんかやらないと。なんかね、もう僕らそんな1秒でも立ち止まってたらダメですよ。もう。まあ、ちょっと僕はちょっと1ヶ月半これ編集にかかるので、編集すぐできるんですよ、はい。音を貼り付けるのに1ヶ月半かかるんですよ、これ。はい、1ヶ月半やり続けてそれまでかかるんで、うん、その間にちょっとなんか決めといてくれないとね、次やることね。そうですね。なんか、そう、うん、一瞬でもね、こう、ペースを落とすと、うん、この世界に取り残されてしまうので。そうですね。もう次のやつもね、すぐ打ち出す方向でね。うん、行きましょう、はい、はい、と思いますよ。あ、でもまずはこの渋谷行進曲が、はい、あの SCT の代表的な作品になってくると思うので、これをお届けしたいです、全世界の方に。つかバズってほしいですね。そうね、そうですよ、バズらせるよ、うん、はい、バズらせましょう。バズしましょう。ってくれないと困りますよ、本当に。いや本当ですよ。でもこれ行くんじゃないかなと、なんかすごい、なんかいろんなものを感じた。多分これ、この作品多分ね、バズりますよ。絶対。僕そう思うんですよ。はい。何かあるんだよな。何かがあります。あの、降りてきてますから。大丈夫です。何ですかそれは、ね、巫女か。巫女か。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。これ今あの、ほとんどみんな酔ってて、ちゃんと喋れる方がある。おぬきちゃん、おぬきちゃんだよ。おぬきちゃんで締めてもらうのおかしいでしょ、それ。おぬきちゃんで締めてもらうのおかしいでしょ。じゃあ、かこちゃん、かこちゃんにか。かこちゃんに締めてもらいましょう。もう本当に締めてもらいましょう、これ。え、さっき締めたんじゃない。もう締めて、バンってもういきましょう。お願いします。はい、明日何やるの、明日何やるの、明日何やるの。明日はやんちゃの4人で、ちょっと何やろうかなって、まだ話しきれてないですね。リーダーはアテレコでね。リーダー、来週月曜日からあのレギュラーに戻って、火曜日はジャコックの生ドラマやりますよ。で月曜日は、あの大人のジャコテにちょっとゲスト今から僕交渉するんで誰かまだわかんない。はい、月曜日からもうレギュラーになりますからね。はい、かこちゃん、かこちゃん、一本締めをやったら小さく。あ、うん、いいですね、うん、一本締めやろうよ。一本締めやり方分かってますか、こちゃん。え、皆様お手を拝借。あ、はい。その前に言わなきゃ、渋谷行進曲について、うん。渋谷行進曲、まだ終わったのか終わってないのか、自分の中で。あ、いいね。リアルでいいね。俺はもう完全終わってたよ、今日。終わってたな。いや、なんかそれぞれに、この作品、なんか思ってることあると思います。あるね。ありまくるね。なんかまだ多分しょ、なんて言うんだろう、自分の中で終わってない何かがまだ皆さんあるんじゃないかなって思いますけど、まああのそれも含めて完成まで楽しみに待ちたいと私は思ってます。そして今俺でかーとは私もナレーションの残ってるんでまだ終わった気がしてないんですよ。あ、そうだね、うん、そうですね、うん、あの今配信を最後までご覧になってくださった方、本当夜遅くまでありがとうございました。ありがとうございます。よろしかったら皆さんも一本締めにご参加くださいませ。いいこと言った。いいです。それが社会人だね。いいね、かこちゃん。あの本当クラウドファンディングとか本当にご支援いただきまして、本当にこれはみんなの、ありがとうございます。みんなの作品だと私は思っています。いいぞ。なので皆さんで、かこちゃん、かこちゃんいいね、いいね、すみません。酔っ払いはいいから。同級生、同級生。皆様お手を拝借。夜なので小さめにいきましょう。小さめに、はい、それでは映画渋谷行進曲、これからもバズります。ありがとうございました。よーお、ありがとうございました。ありがとうございました。